隔離してからちょうど今日で2週間目です。溶けかけてた尾びれもだいぶ復活しています。今上の方で泳いでるのは多分ね、餌、もうね餌の時間なんですよ。とりあえず餌与えてみます。それから元の水槽に戻します。はいはい、うん、食べてますね。食べてます。床面が真っ白なんでね、ちょっと分かりづらいかな。まずまず食いつきもいいです。いつからだったかな、ろ過、投げ込み式のろ過を回してます。ろ過をね、入れる前は毎日水替え半分、今はね毎日ですけど半分はやってません。何分の1だ、4分の1ぐらいかな、毎日水替え。でこっち、お前らも、はい、お、気づいた。はい。これぐらいかな。もう一つまみ。これぐらい。いろいろね、光源があって、周りに水槽があって、光源が邪魔してます。大体全部食べたかな。それではね、水合わせ、ここの水槽の水を半分に減らして、ここの水よしと、こんな感じで水合わせします。いきます。水がかなり少なくなってますけど、後で入れます。あ、失礼しました。これいつからだ、これ気づかなかった。
これで救います。追い込み量よし、ベータ、ベータ行きます。はい、ライティング徐々によし、水も一緒に、大丈夫かな、ライティング、わっ、わっ、久しぶりにみんな固まってる。今度はこっちで、最初はね1ヶ月ぐらい隔離した方がいいかなと思ってたんですけど、お魚が調子良さそうだったんで2週間で水槽に戻しました。尾びれ、少し溶けかかってた尾びれ、まだ全部回復してないんですけど、多分これからさらにちょっとずつ良くなってくると思います。見た感じ大丈夫そうですけど、何かまた異変を感じたら隔離するかもしれないです。本当ね、この3匹はね仲がいいんですよ。あ、大丈夫かな、大丈夫かな、よし大丈夫です。以上、オグサレ金魚復活でした。ありがとうございました。大丈夫。うん。また何かあったらね、報告します。レイアウト。なんかね、石か流木。明日か明後日ぐらいに何か設置します。ありがとうございました。本当ね、この3匹はね、
仲がいいんですよ。